え、ツナベのばあちゃんが。ああ、意識不明の状態が続いている。前の戦いでチャクラを使いすぎたんだ。そんな。だがショックを受けている暇は俺たちにはないぞ、ナルト。次期火影として団蔵が任命されたんだ。君にも一度話したよね、彼のことは。確かサイの上司でヤバいやつだって。でもなんでそんなやつが火影に。詳しいことはわからない。だが団蔵のことだ。かなりゴリ押しで決定までこぎつけたに違いない。それにもう一つ悪いことがある。これは団蔵が決断したことなんだが、彼はサスケを犯罪者として始末する許可を出した。今のサスケは暁と共に行動し、雲隠れの人中力に手をかけたらしい。そのこともあって雷影の提案のもと、五影が集まって会談を開くことになった。おそらく暁とサスケに対しての今後の対応策を協議し合うんだろう。なんでサスケが暁なんかに。わからない。だがいずれにせよ、このままだとサスケは国際手配され、いつかはやられる。俺、雷影ってのに会って話をしてみるってばよ。ん？その階段を呼びかけたのは雷影なんだろ。だったらまずそいつと話をする。いくらでも頭を下げてサスケを許してもらえるよう説得する。無茶だ。雷影が他国の忍びの願いなんて聞くはずがない。俺がキュービカして苦しんでる時、俺の中で四代目に会ったんだ。ん？四代目が教えてくれた。暁を操ってるのは仮面をしたやつで、ペインすらも操ってるって。きっとサスケもそいつに利用されてるだけだってばよ。だから俺は、君の気持ちはわかる。でもね、ナルト、四代目はお前に何と言った？え？父親ってのは息子にいろいろ言いたがるもんだろ？信じてるって言ってくれた。よし、お前は雷影のところへ行け。ま、俺とヤマトは付き添いね。ナルト、四代目が信じたお前の道をまっすぐに進め。
俺はその補佐をやってやるよ。思いの丈を雷影にぶつけてみろ。おっす。